ってください。頑張ってね。Yeah!
反応してる、やっぱり。よいしょ。Fiquei muito feliz de poder voltar a fazer gol. Estava trabalhando duro bastante tempo para poder fazer o gol. E hoje, nessa noite, pude fazer dois gols e ajudar a equipe do Gama a sair com a vitória. É uma cobrança boa, porque eu sempre estou acostumado com isso, não de passar a ter essa cobrança grande.
Então eu sabia que ia ter essa cobrança depois que o Sami saísse. E eu estou me preparando a cada dia para poder entrar dentro de campo e corresponder, dar uma melhor e ser sempre um jogador decisivo dentro de campo para ajudar a equipe do Gamba a sair com a vitória. Nosso clima está melhorando a cada dia, né? Estamos trabalhando muito, trabalhando duro para poder chegar dentro de campo e executar bem o trabalho que o professor está pedindo. Então, hoje a equipe demonstrou mais uma vez que foi bastante eficiente, os jogadores lutaram até o fim. Tomamos o gol, mas não abaixamos a cabeça, nosso time foi para frente para jogar e conseguimos a vitória. Então, cada passo, cada jogo, a gente estamos dando o nosso melhor para poder ter uma sequência boa de vitória. お疲れ様でした。時間が限られた中でしたけれども、難しい時間でのこのプレーというのはどうでしたか? チームの結果としては本当に逆転勝ちでいい形で逆転できたんですけど、まあ、個人としては、まあ、結果が欲しいので、まあ、自分的には本当に何も仕事ができなかったです。その結果というのは得点だったりアシストだったりということですか？そうですね。おそらく中盤でかなり仙台のボールを持つ時間が長かったので、このあたりをしっかり回収しろというところもあったと思いますけど、まあ、そうですね。中盤での守備からの攻撃っていうのは毎試合求められているので、そういったところは本当に自分が期待に応えられるようにしっかり練習から取り組んでいきたいです。まあ、得点というところ、まあ、一つ数字が欲しいと思いますけど、どういうゴールがイメージとしてありますか？なんやかんや、なんかごっつぁんゴールみたいな感じが一番美味しいですかね。我々はもちろんその得点もそうですし、まあ、90分間ね、このフルに走り回る井口選手期待してますので、はい、冷静に続いてます、はい。次がとても重要な試合だと思いますけど、次に向けて一言もらえますか？そうですね、本当に今年は連勝が少なくて、やっと今日勝って連勝できたので、本当にこの連勝を続けれるように、本当にこのパフォーマンスをチームとして継続してしっかりやっていきたいと思います。次はじゃあごっつぁんで。すいませんで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとだけ話を、はい、まずはお疲れ様でした。です。この蒸し暑い中での連戦ということで、コンディション的にもかなり厳しくなってきているのかなと思います。まあ、練習するより試合しろが楽しいですし、まあ、暑くても走れるんで、まあ、2列目の僕たちがやっぱ走り勝つことでチームとして、絶対その局面局面が1人増えることになるんで、まあ、そういうところは絶対負けないようにしてます。まあ、セカンドステージ開幕鹿島に勝利をして、まあ、その勝利が生かされるも、そうですね、というところでの今日のホームでしたけど、どうでしょう、チームとしては何かこう話ありましたか？いや、話は特になかったんですけど、ファーストステージでやっぱり連勝っていうのがほとんどなかったんですかね。まあ、だから、まあ、セカンドステージは、まあ、そういう意味で流れを絶対切らさないように、まあ、強い時のうちはやっぱりその内容が悪くてもやっぱり勝ちきれてたと思いますし、今日みたいに内容があんま良くなくてもああいう勝ち方できたっていうのは、大きいかなとは思います。やはりその2列目の選手の運動量っていうのが攻守にわたって求められるわけですけれども、阿部選手としてはどうでしょう、今日の90分。まあ、きつかったですけど、まあ、もうちょっとゴール前に顔を出したい場面もあるし、まあ、シュートチャンスももうちょっと増やしたいですし、まあ、あんまり満足いってないかなっていうのは。ただこの1節2節と、まあ、いろいろな選手がこう得点を取っているというところではどうでしょうか、はい、そろそろ阿部選手にもという。そうですね、まあ、得点に絡むっていうのは毎試合心がけていることですし、まあ、シュートチャンス今日も前半ヘディングあったんですけど、まあ、ああいうところで決めれるようになっていけたらやっぱチームを助けられる選手になると思いますし、個人的にももっともっと、結果を残せる選手になると思うので、まあ、そういうチャンスを逃さない力っていうのをつけていきたいなと思います。次、大宮戦は今シーズン初の3連勝をかけたとても大切なゲームになりますか？そうですね、まあ、大宮はあんまり相性悪くないと思いますし、ナック5も個人的には好きなスタジアムなんで、まあ、内容も結果も伴うゲームをしたいなと思います。じゃあ勝って
福岡戦ホーム帰ってきてください。そうですね、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。